はい。左は絶対ダメだね。うん、完璧。よいしょ。ありがとうございます。お、めっちゃ行ったじゃん。が足りた足りたいい感じ。なんでこれは、ちょっとつま先上がりで気持ち左足下がりなんで、自分はちょっと短く持っていつもより、いつもこんくらいなんですけど、結構こんくらい、その上がってる分短く持って、で左足下がりだったらいつもよりちょっと右寄りに置くように、ボールでもそんなに極端じゃなくてボール1個ぐらい気持ち、はい、置くようにしてます。クラブを上げる？うん、いや、これは上げないですね。上げない。はい、でもすごいつま先上がりとかだったら上げます。そんなに大したすごい傾斜なわけじゃないので、あとはまあ打ち方は一緒なんで。すごいね。なんであんな浮くの？だってボール浮きにくいよね。でもちゃんと入ればクロさんも大丈夫です。ちょっと番手上げた。はい。上げちゃった。なんか短く持って。で、いつもより右足寄りに置いて。すずかちゃんの3分の1の高さだね。なんかこう横じゃないんだよね。もう完全になんかこうダンって上からなんか平手打ち、私は平手打ちで、すずかちゃんはなんか叩き落とすみたいな感覚。もう前傾って言ったらおかしいのかな。前傾がもうどれだけ保てるかっていう感じなんで、まさしく。本当ね、動いちゃうんだよね。あ、でも体内で止まってるんじゃないですか。そうだね、止まってた。いいかも。よかった。したらもうちょっと左にボール位置置いた方がいいかな、パターンの時。こっち？あ、違う、間違えた。こっち？あ、違う。そう、こっち。おー。ちょっと見た感じこうなってるから、もうちょっとここら辺。傾向見てると左に外してるから、多分結構なんていうの、なんか最初見た時は入りがちょっとかぶっちゃってたんで、多分これぐらい。ちょっと手がね、多分こっちにやりすぎなのかもしれない。でこうやって構えてるからこう入ってきちゃったりとかするから、まあ、真ん中がちょっとこっちで構えた方がいいかなと思います。なるほどね。どうなんですかね、こうなってる、こうなってる。うん、そう、スライカー。そう、あ、そんな感じ、そんな感じ。こんな感じじゃない、あ、そんな感じじゃない普段は。あ、でもなんかこうなってんのかもね。なんかすごい当たりもね、なんか悪いなって感じは、急にパンチ入ったり急にショートしたり。振り幅とかでイメージ作るといいかも。
構えて一番気持ちいい振り幅とかこんくらいだとして、でこれが朝グリーンで何ヤードいったか測って、うん、でもう一回それでやって、それが同じだんだん合わせてきて、合わせていってみたいな今日の振り幅の感じ。そうそう、でも構えは別にそんな変、ちょっとしたことだと思うんですよね。紹介していきたいと思います。まずドライバーはヨネックスの何を、E ゾーンの GT ってやつ、うんうん、です。9度です。最近のやつ、最新、うーん、わかんないです。わかんないです。はい、はい、でもそんな古くはないです。シャフトは同じヨネックスで 60g の S です。おお、こんな感じです。硬そう、硬そうな感じです。で次ウッドが3番5番、実は3番が中が違うのかな。3番はちょっとカバーヨネックスなんですけど、まあ今はローグっていうキャラウェイの3ウッド使ってます。うんうん、これはなんか良さがあるですか。一つだけ違うけど、うん、飛びます。飛ぶ、はい。あ、まあちょっとヨネックスの3番ウッドと5番使った時に3と5の距離の差がなかったので、もうちょっと3を飛ばしたいなと思って、それで、はい。でシャフトが、シャフトは多分日本に売ってないんですけど、多分プロジェクト X っていうやつです。これ 65g って書いてある。すごい、見たことない。うん、アメリカのシャフトですね。で5番ウッドが、5番ウッドはさっきのドライバーと同じやつです。はい、でこれあんまない、斜めに線が入ってるんですけど。あ、ほんとだ、すごい。結構まっすぐ飛ぶっていう風に、なんかそういうのがモチーフというか、テクノロジーみたいな、なんかあるらしいです。5番ウッド、はい、でシャフトも同じ、ね、60の S です、同じやつ。で次がさっき言ってた4番アイアン、なんかユーティリティタイプのアイアン、ユーティリティが嫌いなんで、できればアイアンで打ちたいんですけど、でもやっぱりラフが深い時とかはユーティリティがある方が便利だと思います。でもなんかあんまユーティリティの座りが好きじゃなくて、うんうん、これ結構あの4番アイアンより優しいので、普通のやつより私結構これ好きです。座りが嫌い、ユーティリティの、なんか嫌なんですよね。あ、でも結構多いよ、ユーティリティどうやって打っていいか分かんないっていう人。これは70の S です、はい、カーボン。でもこれは、あ、じゃあそのちゃんとやっぱユーティリティ寄りになってるかね。そうですね、ちょっと優しめに、はい、あとは次が5番、5番アイアンからピッチングウェッジまで、うん、6789P までヨネックスの、はい、E ゾーン、 E ゾーンです。なんかよく分かんない、 こんな感じです。でシャフトが、シャフトは日本シャフトの NS プロの V90 っていう850と950の間、で S です。 S、はい、今ちょっと15入ってるんですけど、いいよいいよ。あのまあウェッジはこんな感じで48と50と54と58があって、うんうん、まあ 4P と50の間がちょっと空いちゃってたんで、ちょっと今48試してみてる、はい、48入れてコースによっては使い分けたりとかって感じですね。これもあとは全部シャフトはアイアンと全部一緒です。なるほど、はい、基本全部ヨネックスですね。はい、ヨネックスです。デッセイの何て言うの、 V ラインファンワークス、なんか O ワークスって読むのかな、これ O ですかね、うん、こんな形のやつです。売ってないんだよね、市販ではね。まあ、あの同じ色と同じ形を売ってるんですけど、うんうん、市販のフェースはこのホワイトホットのフェースじゃなくて、あのちょっとデコボコしてる、あーあれね、転がりが巡回転になるとかってフェースなんですけど、これあのなんか女子の、日本の女子プロのツアー会場にしか置いてないフェースで、へー、ちょっと売ってないんですけど、なんかその出た時に、はい、調子いいですか。調子は微妙です。
でもずっとこの形使ってるからこれ使い始めたのは6月から今年のずっと一緒なんですけど、じゃあまだ短いんだね。はい、まああと気持ち悪いだからしょうがない。まあでも直すときはそんなもん、うん、いい感じ。はい。エスパー、この長いホールですごい。あ、ありがとうございます。エスパーだね。だからこの長いショットで。はい、そうですね。大丈夫ですね。ありがとうございます。いや、そんなことはないけど、もうちょっと右、ちょっとラフだったみたい。家で振ってる？家では振ってないです。練習場で。練習場。でも家で振れるよね。森ループはね、短いからね。これは右構える。じゃあ左。はい。で、うん、ちょっと狙い目がないけど、ココさんの距離だとあの黄色の右、ちょっとファーストカットとフェアウェイとラフの境目狙いぐらいでいいんじゃないですかね。はい。多分。ちょっと左、それ以上行かないで。でも大丈夫そう。大丈夫そうかな。うん、狙える。フェアウェイ出てたりして。出てたりして。全然狙いより左から左。でも大丈夫です。でもなんかね、やっぱさ、森ループしてからいいボール出るようになってきた。森が足りてなかったね。森が足りてなかった。プロゴルファーに今後なってくじゃん、鈴鹿ちゃんが。はい、最初に、賞金を得るのがいつなるか分かんないけど、はい、時に一番最初に買いたいものとかある？なんか初任給みたいなもんだよね。初任給でこれを買いたいじゃないけど、これかなみたいな。いや、全然何にも決めてないですね。逆にお父さんとお母さんに何かをプレゼントしたいとか。いや、プレゼントというか、はい、もうそのお金はポンって渡す感じだと思います。そのお金をポンと。はい。まあ多分別に生でもらうわけじゃないから。そうだよね。はい、あると思うんですけど。親の。そうだよね。でも特に今はない。これといって。今はないです。でもなんか、うん、よくプロの試合とかでホールインワンがかかってるホールとかあるじゃないですか。うん、ある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 。で、アマチュアもホールインワンだけはもらえるんですよ。おお。で、もし入ったら、うん、いつもいつものが私の手元に3万ちょうだいっていつも言ってる。100万円とかさ、うん、そんなの3万円500万とかでも3万でいい。へえ、謙虚。いやいや、全然やっぱりお金かかるから、ゴルフやっぱり最初はまあ返すじゃないけど、やっぱり稼いで、ね、うん。てかこれさ、どうすんの？どうすんですかね。なんか随分これもうさ、超右だったってことだね。うん、もっと右でしたね。全然これ待って、どうやって狙おう。難しい。そうだよね。ドローどうしていいか分かんないんですね。ドローかけちゃう？ちょっとだけ。お、でもね、インテンショナルきます。そんなインテンショナルじゃない感じでいきます。はい、ちょっとだけ。おー、めっちゃかかってるよ。うん、ナイス。ちょっとラフ、ちょっとラフ。というか高さがもうちょっと低かったらそこから狙いたかったんですけど、この枝が結構効いてた。これさ、私さ、うん、難しい。これ私、その辺に
うん、でもあそこで100の杭があそこだから、そうだよね。多分何番持ってます？3番ウッド、4番ユーティリティ、ちょっと違う。いや、そしたら3でハーフショットであそこか。そうだよね。まあ、1番持ってらウフトン立ってるアイアンで低く打つか、どっちかでいいと思う。もうちょっと短く持った方がいいと思う。そうですね。すぐ長く持っちゃう。なんかハーフショットな感じ、ボンで。そうそうそう、森ループ振ってる感じで。あ、森ループ振ってるぐらいな感じで、うん、でもインパクトで緩めるのは絶対ダメです。はい。で、多分100の方、保険かけて100のちょっと右ぐらいかな、うん、保険かけてね。で、体は100ぐらいでいいですか？はい、ここ見ないと。ちょっと下入っちゃった。でも部屋出た。ちょっとダフっちゃう。ミスだね。減るんだ。いや、なんか多分手前からこう入っちゃったから、まあしょうがないですね。これで9番屋とかだったらフライヤーする可能性があるんですけど、多分これでウッドだったら、ウッドで行く。176だから、5番ウッドだね。うん、で、あの花道狙いがいいんじゃないですかね。うん、でもこれライは浮いてるから打ちやすいと思う。ちょっと短めに持ってちゃんと振り抜ければ。おい、振り抜いちゃっていい。振り抜いた。で、花道方向。はい。あー、ちょっと手前から入っちゃった。手前に入っちゃった。やだー、地獄。あー、でかい。ちょっと見てくる。もう飛んでった。やっとね。あー、頑張って。お、ナイス。止まれ。なっちゃう。する難しいですよね、うん、でも慣れですね。ですね。疲れた。長かったね、このホール。バーディーチャンス。ちょっと遠いけど。わー、曲がれ。ちょっと強かった。ナイスイン。グリーン大きいね。大きいですね。うん。